2022年にアーティスト活動の一線から撤退したシンガーソングライターの吉田拓郎78が13日日本放送吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールドを10時に出演し、11月20日にコンセプトミニアルバムラジオの夢をリリースすることを発表。一度限りの復帰を果たす。吉田は1970年にイメージの歌でデビュー。日本のシンガーソングライターの草分け的存在で、結婚しようよ、旅の宿など数多くのヒット曲を世に送り出したが、2022年にアーティスト活動の一線から撤退すると発表。同年末、52年に及ぶ活動に区切りをつけた。